伸びてるわ。伸びてる。いや、この間と違う。これね、違いますよね。明らかに違う。わかんないよね、みんなはね。ちょっとピンコしちゃうんだけど。ズームした、これ。この子、この子。映りにくいんだけどね。いや、人形怒ってるよ、すごい。こけしが気になるの？あれ？なんかあるな、これ。ありますよね。やばいっすよね、これね。今思ったけど、このこれ目光ってますよ。これこれこれ、ほら。なんすかこれ。見た。え？目が違う。ほら。これやばくないですか、このもこれやばいな。誰？誰？あれ、牛さんこっち来たの？あれ、どうしたの？え、あっち行かなかったの？行かなかったです。行かなかったんだ。あ、だから到着したんだ、こっち、行かなかったんだ。こっち、こっち到着って意味。あ、こっち到着だったんだ。これやばいよ、見てね、牛さん。あれ、ここ見るじゃん、ここ拡大見ると分かるよ、これ。これ、俺今、息できなかったもん、これ。これやばいでしょ。やばいですね、これ。これなんだよ、勘弁してたんだけど。それ、向こうだと1時間ぐらいかかるもんね。はい、もういらっしゃい。こけしなかった。マジ？やばいよ。人が増えると安心する。いや、でもね、ここ本当にやばいよ。どこだ、あの紫。あ、これか。ね。これ、あ、これそう、なかったんです。これなかったよ。これなかったよね。ないですね。これなかったよね。昔なかったですよね。これじゃあ、このその横のね、人形もなかったの。洋風のやつかな。洋風のやつも。洋風のやつも。そう。紫の目のやつはなかったんですよ。増えてるよ、また増えてますね。増えてる、すげえいっぱいなってても、あれ髪の毛に近いからやっぱやばいんだろうね。あれ髪の毛があんな荒れてなかったよ、だって荒れてない、荒れてない、ね、荒れてない。右側ちょっと荒れてたんですよね。そうそうそう、左があんな荒れてなかったよ。左がね、あんなにね、しかも伸びてるんですよね。うん、うん、見えてるとやばいよね。伸びてなかった。その横にね、人形をね咲いてくる、書いてあるんだよ、ね、こんな荒れてなかったもんな。人形供養祭って書いてあるんだよね。人形供養祭って書いてある。目が魂入ってるもんな。髪の毛伸びすぎじゃないよ、これね。見てるけど、ツンツンで。髪の毛全然伸びてますよね。ボリュームが出ましたもんね。ね。右側の横に。これはやばいな。トルさん、佃煮エリちゃんさんいらっしゃいと思うね。なんか飛びました、マジ？虫なんかいないよ。なんか真ん中にいるかもしれないけど。あ、虫いるわ、外に。いたいた。佃煮翔太さんいらっしゃいと。この人形は TV とか見ると取りつかれるやつみたいですね。っていうかもう、あ、見ただけで首痛いもん。めっちゃ首痛いもん。髪でこんな荒れてなかったの、1週間ぐらいでこんな荒れちゃうの？相当やばいじゃない、この人形ね。やばいですよ。だって前、この間行った時はこんな髪の毛がね、こっちが綺麗だったもん。あれ。これね。これが紫っぽいのか、黒っぽいの服。ここは人形を供養と、供養してるとかね。結構すごいスケベなのかな、わかんないけど。もうだって痛いもん、首が。
これですよ皆さん、やばいのは。それ怖いでしょ。これだよ皆さん、これだよ、やばいのは。顔色悪いもんだって。母さんいらっしゃい。午後に帰るんじゃない。あ、もう午後になった。いや本当だそうだね、もう帰らないと。じゃあ11時になったら帰ります。11時になったら帰ります。あと10分で帰りましょう、うん、そうすると多分11、12時半ぐらいに着くと、うん、多分12時半ぐらいに着く。本当これだけなんだ。この人形だけ見るとすごいな。この人形だけなんだ。本当に。怖いですよ。これがまたやばいんだよ。今日なんか悲しそうな目してるもんね。悲しそうな目してるよね。ほら。これリアルだから、これ YouTube 見たら相当ビビるんだよね多分。やばいっすよ、うん、妖怪などのがやったらやっぱやばいよ。ここはここは何もやんないのに、ネタなしで十分だと思う、うん、ボスっぽい。だって新入りでいきなり先生戦闘台だったとかみたいなの普通にだってやばいでしょ。だってね、こっち見てるよ、ほら見てるよ、皆さん見てるよ、見られてるよ。もう職員さんいらっしゃい、彼女いると思うよ。今3人話しかけられないね。涼子さんいらっしゃい。音鳴った、うん、これ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 わかる。これ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 ね、なんか動いた。あれ武器変わってねえ。こっち俺の方見てるけどやばいな。ちょっとやめて。ドルさん向きなんか変わったような感じ。変わったよ、変わった変わった変わった。ドルさん持ってるのいつもここに来るとね。そうそう。もう首痛いもん。大丈夫っていうかもうやばいよね。もう早く帰んないとやばいんだけど。でもまあとりあえず1時に寝れば4時間は寝られる。明日はとりあえず寝る。家帰ったら寝る。荒れてますよね。荒れてる。だってこの間より全然荒れてますね。特に右なんかこんなになってなかったですよね。いや右、あ、そう、右はなってなかった。左だけなってたもんね。でしょ？でしょ？それがズームすると分かるんですけど、髪の毛が伸びてる、うん、ね、伸びてる。この間はそこ、この間より伸びてるんですよ。やっぱ怖っ。みんな伸びてるじゃん髪の毛、何気に見たら。今ね、直哉さんとね、牛さん、そう、やばいよ、本当に。なんとかできない？顔映る？生で見たい？いや、見ない方がいいと思う。うん、びっくりした、男。確かに、私から言われるよ。直江さんですよ。それが結構驚く。これもうね、うん、なんか泣いちゃったし、ね、そう。こっち見てるよ。俺の人形ないんだよな、どこ行ってんの？向こう側からいいかな。ここから見てた。この横目とはまた違うんだよね、目線がね。またこっち向いてるんですよ。これですよね。髪の毛伸びてるよ。え、すごい、どうした？500人超えてる。ありがとうございます。双子ちゃんも怖い？あれ？お疲れ様です。髪伸びてる。人形警戒してるとかでも人形威嚇されてる。うん。だってあんま霊感ない僕がね、相当首が痛いんだから、ここに来ると。やべ、目合っちゃった。目合ってるけど。みんな目合ってるよ。
みんな目合ってるよ。あ、食べてくれるふさこちゃん。異常なし。やばい。この人形も怖かったんだけど、うん、お、あれ足が変形してる、なんか曲がってる、曲がってる、ほら足が、足が曲がってる。これライトでこんな明るいの見られるな。全部やばいよ、全部だから曰くがあるから預けてんだから。これで6月に多分燃やすんだよね、もうすぐね、多分。だからそうすると1年で集まったんだよね、こんだけ。足動いてる。あれ、これ前回こうなってましたっけ。あんま気にしなかったけど、足いやこうなってなかったよね。違ってるようなね、思ったけど足が曲がってるぞ。前回なったの 見比べれば分かんないな、動画を。画面みんな画面打ってるよ、基本。佃煮ピロさんいらっしゃい、ピロさんいらっしゃい。燃やす燃やす、人形供養で燃やすんでね、うん、うん、一番怖いでしょ、皆さん。皆さんも人形持ってるでしょ。それが夜な夜な動いてるかもしれないですよ。6月の第1日曜日ですですね、はい、1年に1回ですよね、はい、だからこれ溜まってるんですよね、もう一つ燃やすから。多分はい、少なりゅうちゃんさんいらっしゃい、埼玉県。一番怖い、やばいよ。あ、じゃあ皆さんそろそろ終わりですね。じゃあこちら一周して終わりにします。もう11時だから帰ります、僕も。ここもなんかやばいんだよね。気持ちよかったな、さっき。いけない、いけるけど危ないと思う。危ないね、うん、やめたないと思う。ここ多分おそらく神様がいるから。はい、はい、じゃあ皆さんね、ちょっと今日はまあこんなもんなんですけど、あれなんか光ってねえかな、こんな感じですね、人形で。ちゃんとアルゾックが入ってるんですよ。入ってますね、それは入ってますよ、やっぱり ね、うん、大事なんですか、うん、お疲れ様でした。怖い、風やばい。お疲れ様でした。人形店でした。